家がどこにもない。彼らに再会した時、自分がどんな表情でどんな言葉を発するのか、何度も何度も想像してきた。彼らを憎いと思うだろうか、彼らを責めるだろうか、許すだろうか、それとも嬉しくて泣き出すのだろうか。けれど、すべて無意味だった。彼らは死んだ。死ねば、何もかもが終わる。私はまだ死んでいない。まだ終わっていない。そうだ、ここで死んでたまるか。私が死なない限り、この先には未来が待っている。蝶の撃退を手伝ってくれたのも君だな。私は幸運だな。君にこうして何度も助けられるとは。分かっている。君は私の素顔を見られたくないんだ。信じてくれ。私は生きていく。私自身だけじゃなく、この ESA 大陸も生かしてみせる。そういえば、君は未来から来たと言っていたな。私の過去は全て雪に覆われた。だが、私は君が生まれる未来をこの手で作りたい。これは君に対する私の誓いだ。Thank you.
協調はすでに北境を覆い尽くさんとしている。皇帝である弟に手紙を送ったのだが、あやつは一国の長でありながら、北境は冬が長いだけだ、夏を待てばいいなどと間の抜けたことを言うだけだ。さらには都なら暖かいからといって私の一家を都に誘った。久しぶりに兄弟で話がしたいとな。楽な暮らしがしたいのなら皇帝の座をあやつに譲ってまでこの北境には来なかった。上司様は皇族の中でも最も国のことを思っていらっしゃるお方です。だからこそ私は上司様にお仕えしているのです。10年前私が初めて北境を訪れた頃、兵長はまだ小さな村の隅で起きていた取るに足らない事件に過ぎなかった。しかし私は直感した。一刻も早くあれらを取り除かなければいずれ収拾がつかなくなってしまうと。だから私は皇帝の座を捨て北境の領主となった。今となっては北境全域が兵長の災いに見舞われている。なのに私は都から一度たりとも援助を得られたことがない。あいつらは何を考えているのだ。このままでは北境の防衛線はいずれ崩壊し、都も南も20年と持たないのだぞ。上司様、外の力が心もとないのであればご自身のお力を行使すべきです。兵長の災いが始まった当時から私は仲間と共に兵長の排除に尽力してまいりました。それと同時にアルネージュ城を含む他の領地にも続々と新たな魔術師を誕生させています。しかしいくら魔術師が奮闘したところで氷潮が蔓延する速度は早まる一方です。これはどう考えても理屈に合いません。もしこの矛盾の原因を突き止めることができれば氷潮を殲滅する方法も見つかるかもしれません。シアン、何か力になれることはあるか。あるなら私は全力を尽くそう。検証したい考えがあります。そのために静かな密室が必要です。